工夫早手のキャッチャー谷川優人選手です無免許運転が発覚し今日付けで退団が発表されました球団によりますと谷川選手は入団時から免許を持っていませんでしたが先月運転しているところを球団スタッフが目撃本人に確認したところ事実を認め繰り返し無免許運転をしていたことが発覚したということです 谷川選手は去年、千葉ロッテマリーンズから戦力外通告を受け、工夫早手に入団しました。球団は地元警察当局への報告を完了していますとコメントしています。